本日も始まりました一丁やりまっせ。本日指導させていただくのは P 宇宙戦艦ヤマト2202オンリーワンでございます。 93% の継続率ということで、すごい楽しみにしてました。少し久しぶりの収録なので緊張してますが、引きを見せれるように頑張りますのでよろしくお願いします。では打っていきます。まずカスタムの方から説明させていただきます。レバブルアップ、一発告知、先読み圧モード、 V コントローラーチャンスモード、 3D 機能、応答ボタンってありまして、レバブルアップをオンにすると大当たりの約 73% で発生いたします。オフの時の占有率は約 19% ですので、オンにしたらユニコーンみたいに結構楽しめるんじゃないかなと思います。で、一発告知アップがですね、大当たり時の約 70% で発生で、初当たり時は10ラウンドのみ発生しますので、多分右打ち中に、まあ、してたら面白いのかなと思います。通常時にはなかなか聞けることがないような一発告知かなと思います。で、続きまして、先読み圧モードですね。前兆演出の信頼度が 30% オーバーですね。先読み発生した時点で 30% の信頼度はあるかなと思っていただければと思います。で、次 V コントローラーチャンスアップモードですね。ヤマト魂による V コントローラー演出発生で期待度アップってなってます。この魂ってやつで、なんか貯めていくみたいなんですけど、6つ貯めれば V コントローラー1つ獲得できるみたいで、もうまず3つまでストックできるんですけど、1つをもうストックした時点でこのチャンスアップモードをオンにしてると結構信頼度が大幅に上がってるみたいです。まあでも最初なんで、何もカスタムせずに打っていきたいと思います。はい、ではスペックの方をお話しさせていただきます。大当たり確率 199.8/1 の1種2種混合機となっております。 U タイムは非搭載です。そしてラッシュ突入率が約 60%、 ラッシュ継続率が約 93% 93% となっておりまして、なかなかの高継続機ですね。ライトミドルなのに 93% ってやばいなと思います。で、右打ち中の大当たりに関しましては1/1ですので、もうすぐに決着が決まります。で、ちょっと上位ラッシュじゃないんですけど、上位ラッシュみたいなものが含まれておりまして、金ヤマトラッシュに突入したら 78% で継続するんですけど、その 78% の中も金ヤマトラッシュから落ちてしまっても波動ラッシュに入りますので、それと金ヤマトラッシュと波動ラッシュの大当たり確率を含めた継続率が約 93% となっております。で、その金ヤマトラッシュ突入率がへそからですと約 1% で10ラウンド1000個いただけます。他のもうね、ラッシュ 60% 突入率のほとんどが 59% の2ラウンドの約200個なので、その 1% を引けたらもうね、一撃万発もすぐいただけるんじゃないかなと思います。なんかなってますね。 V コントローラー溜まってた。2個ストックしてます。1、2、あと4つでもう1回 V コントローラー引けんのかな。あ、なるほどね。この魂をストックしていって、この V コントローラー引けっていう感じがもうデフォルトな感じですよね。あ、だからこれがしたくなければ、さっきのカスタムで V コントローラーチャンスアップをしていただいて、この演出をカットできるって感じですね。あ、一気に4つ溜まった。青保留です。今1つ溜まってますね。また溜まった、また溜まった。これ、このシステム知らない人からしたら、もう V コン来た時点でめっちゃ熱いんちゃうんってなりますよね。
あともう一つ貯めたらマックスになるのかな。ヤマト発進、人類の存亡をかけて我々は再び出航する。山並を治む敵艦隊掃討作戦、力は力によって滅ぼされるとしれ。ストーリーリーチになるのかな、これは。あの煽りが来たら熱そうでしたね。で、なんと今回裏ボタンもありまして、みんな大好き裏ボタン。粘土開始時のレバブル中にボタンプッシュでディスラーフラッシュが発生すれば大当たり濃厚となります。で、もう一つありまして、アニメリーチ中ですね、アニメリーチ中にボタン連打でパルスレーザーのランプが虹色に発火すれば、こちらも大当たり濃厚です。パルスレーザーはこちらですね。これが多分連打すれば虹色に変化するみたいなので、またアニメリーチ中に連打してみたいと思います。やっぱ最近のあれですよね、流行りはカスタムできて、先読みやレバブルカスタムできて、まあ、裏ボタンもなおかつあるっていうのは楽しいのを全部含めてますよね。まして継続率 93% で、初当たり1回の期待出玉が約2858玉になります。まあ、大体ね、普通のミドルやと4000発ぐらいは平均出玉あるので、まあ、ちょっと少ないよりですかね。でも振り分けが結構10ラウンドから2ラウンドってありますので、右打ち中それの振り分けに勝てさえすれば、まあ、出玉も伸ばしていけるんじゃないかなっていうスペックです。で、やっぱとりあえず打っていくにつれて目標を立てたいので、金ヤマトラッシュには絶対入れないと見せ場がないと思うので、金ヤマトラッシュには絶対入れたいと思います。まずね、へそからだと金ヤマトラッシュに直行が 1% しかないので、とりあえず初当たりを引いてラッシュを取って、その中の右打ち中のラウンドの 5% で金ヤマトラッシュがねできるので、とりあえず当ててからの話ですよね。打ってる感じ、へそ昇級が一玉返しなので、少し上皿がなくなるのが早いかなと思います。まあ、最近はね、一玉とかスペックが甘かった一玉返しとか二玉返しが多いですもんね。で、金ヤマトラッシュに入れたいというのは大前提なんですけど、演出面に関しましては、大チャンス演出の10ゾーンと金ヤマト予告、起きたカットイン、波動砲リーチも見せれたらいいなと思います。まあ、その中でも最も熱いのが起きたカットインですね。発生時期待度なんと 86.5% あるので、その起きたカットインが出れば激アツですよね。演出の中では一番熱い演出となっております。そういえばさっき事務所の方に森ゆき意識してきたんって言われて、今こうやって見てたら森ゆきってヤマトあんま見てないんで分からなかったんですけど、このちっちゃいこの方ですね、めっちゃ可愛いヒロインやって嬉しい。この横にの助手席の人、事務所の方には私が森ゆきに見えたみたいですね超ポジティブ。一気に5個溜まりました。でもこれ重い人からって考えたら V コンのちょっと安売りちゃうと思いますよね。こう何回もこう V コン引くってなったら、最後の一撃みたいなんで V コン引くからいいのに、こう毎回引いてても何も発展せえへんからね。 V コンの存在を大事にしたい方は絶対ねカスタムするべきですね。ずっと引いて引いてしてますからね。でもとりあえず1回目当てるまでは何もカスタムなしで行きたいんで、まず2回あもう当てれんのと思われそうやけど、2回目はさっき読みとかカスタムした状態でやりたいんですけどね。とりあえずデフォルトで頑張ろう。でもなんかハート弱かったけど、ちょっとなんかコンティニューって書いてますね、先読み。
あ、赤い赤い赤い、沖田さんめっちゃ赤なってます。で、出てくる？お？なの？あ、変化、赤保留に変わりました。継続です。疑似3回目かな。なんかめっちゃ熱そう。キー保留になった。熱っ。いやいや当たるでしょ。でもなんか大チャンス演出、ちょっとね、どれもまだ絡んでないから怖いところ。真田志郎、古代進むかなと思いましたけど、ちょっと連打してみますね。データが暴走しているか。今のは一体。あ、これで寺田進むが出てくる。寺田進むって誰？チャンスアップ。持ちこたえたか。ストーリーリーチかな。副隊長、10キロ先に敵の増援部隊多数。なんかちょっとあんまり熱くなさそうでめっちゃ怖い。緑カットインは弱いんじゃない。沖田カットインとか出てくるんかなと思うんだけど。おお、よかった、当たった。私正味金保留でも外れるやろなと思ってました。なんとか初当たりゲットできました。あとはラッシュ。ちょっと演出面的にはね見せれなかったんですけど、はい、今から波動突破チャレンジです。 60% でラッシュ取れるんでね、波動一撃モードか起きた海岸モード、波動一撃モードにします。まずはこれで色が変わっていけば。え、色変わってる？真っ白やけど。真っ白。なんかちょっと怪しいな。お願いします。単発の方でしたね。40% の単発の方引いてました。もう一回頑張って当てます。とりあえず一回当てたんでカスタムしましょうかね。最近はカスタムが主流やと思うんで、レバブルアップ、先読み圧モード、V コントローラーチャンスアップモードもしますね。3つのカスタムしたんで、どれが来ても熱い。やっぱり初当たり時の 1% を引かないと10ラウンドの約1000個がもらえないんで、まあラッシュ入っても2ラウンド、脱水単発でも2ラウンドなんで、やっぱ200個っていう弾はちょっと少ないかなって感じました。すぐなくなっちゃいますね、やっぱ単発やったら。時短もなしですからね。ん？ん？息止めたのに今、なんかちょっと金のオーラふわーってなってたのに。でも V コントローラーチャンスアップにしてから1回も引いてないんで、やっぱこのカスタムは大事です。輸送艦隊でも噂で持ち切りだぜ。また派手にやらかしたそうじゃないか。大きなカットイン出ました。 86.5% 大きなカットイン、もうこれはもらいましたね。いけー。大きなカットイン出てたね。復活復活。なんかちょっと手強いですねこの台。でも3つカスタムしてるんで、多分次当たるときは先読み規定、レバブル規定の V コンストック指定になると思って、盛りだくさんになると思うんで、綺麗な当たり図を見せれるかなと思うんですけどね。次当たれば。あれ？これは先読みになるんかな。1個溜まった。
先読み？どうやろう。あ、先読みじゃない？レバブル！え、当たるよね。今ちょっと私裏ボタンでレバブル変動時でこう押したらデスラーフラッシュが発生するんですよ。大当たりやったら発生せんかったけど大丈夫かな。金ヤマト来ました。金ヤマト予告 72.6%。 よいしょー、激発金ヤマト予告。ちょっとサブイボタンとすげーかっこいい。ほらすごいよレバブル。あ、これ一番熱いやつですね。波動砲リーチだけでも 54% あるんですけど、ガトランティス最終決戦はその中でも最も熱いやつ。はい、なんで今チャンス演出2つ絡んでます。最後にもう起きたカットイン来れば完璧じゃない。絶対熱い。よかった。まあ、でも当てれてよかった。はい、今回はどっちかな。ラッシュがいいな。2ラウンドかな。じゃあ次は起きた海岸モードでいきます。ちょっと一発告知っぽくなりますかね、さっきのよりかは。違和感感じた当たりみたいです。心音がなかったりするみたいですね。初代ヤマト艦長として一言だけ諸君に申し上げたい。はい、あ、信用あるからデフォルトやわ。出てこい。長いな。緊張する願い。あー、59% の2ラウンドのラッシュの方取れてました。よかったです。はい、これで超波動ラッシュに入ります。継続率が 90.6%。 オンリーワンモードでいきましょうかね。まずは超波動ラッシュ突入。はい、ゴー。1回転に決まるんでね。一応ね、落ちるのが 9.4% になるんですけど、3ラウンドなんですよ、それが。ちょっとピンチですね、今。で、ゾーダーが一番強い。危なない？底落ちはやめよう。大丈夫やんな。早速 9.4% 引いてる？そう。いやー、さすがにないやろ。あれ、あ、ラッシュと見せかけての通常やったんかな。あれおかしいですね。一瞬にして 9.4% の3ラウンド引いて終わりました。マジか。約500個だけいただいて終わりました。単発もええところやん。おお、ラインが増えました。7点倍、6点倍、7点倍進むの。当たった。やっぱ古代進むは別格にアニメリーチでも熱いみたいなので、よかった、当たって。さあ、じゃあラッシュに入れれるかどうか。じゃあ波動一撃モードでいきます。さっきは沖田さんがありがとうって言ってくれてラッシュに入れたんで、準備完了。エネルギー色変わってね。白い。あっ、緑の赤の音。さっき真っ白やったから多分これいけます。これいけるよ。ターゲットスコープオープン。目標
超波動ラッシュ。目標確認。運命を。ありがとう。よかった。ラッシュ行けました。次こそ駆け抜けないように頑張ります。59% の2ラウンド引いてましたね。さっきオンリーワンで駆け抜けたけど、ちょっともう一回オンリーワンちょっと頑張ってみます。でさっきはこの一玉1分の1で当たるのに気合が入ってへんかったと思うんで、この一玉に気持ちを込めて6ラウンドは、ラウンド10ラウンド、え、これ10ラウンドじゃない？あ、2ラウンド。古代進むでいきます。追撃。あ、多分これどんどん増えていくパターンですね。とりあえず3ラウンドは回避してるんで継続は濃厚です。4ラウンドでしたね今のは。継続濃厚ですこちらも。で大体2ラウンドの振り分けが一番多いんですよ。2ラウンドの振り分けが 40% あって、その次に多いのが6ラウンドですね。6ラウンドの振り分けが 22.5% あります。今4ラウンド、あ、追撃にはならず4ラウンドは 10% ですね。振り分け的にはクリアタッカー、優勢。継続よかった。なるほどね。多分さっきみたいに落ちるときはリーチに移行するんですね。続くときはこのまま爽快的に続いていくのかな。今のは2ラウンドでした。なんでもう3ラウンドを引かなければずっとラッシュが続いていくっていう形ですね。あとは 5% が10ラウンドなんで、その 5% の10ラウンドを引ければ金山とラッシュに移行します。やっぱそこ行かなな、結構出玉的には物足りひんかもね。これや、これが危ないんですよ3ラウンド。でレーザーが一番ピンチですね。でも一応3ラウンドの振り分けも当たってても 10% あるんで2分1ですね今。まだ終わりたくない。金山としたいんや。いける、でもよ、早いよ。1700発復活。終わっちゃいました。6連戦700発金山とラッシュ突入せず、すみません緑保留になりましたが、先読みないんで多分弱いんかな。あら、これあれですね、ストーリーリーチでは一番熱いです。デスラー再び。でも先読み来てないしな。レバブルも騙されへん。正面より高エネルギー反応。まずい、今だ。はい、デスラー再びやけど、やっぱ先読みとレバブルなかったらダメですね。一応大チャンス演出の10ゾーンっていうのが ね、まだ見せれてないんですけど、10ゾーンが先読み演出なんですよ。だからね、もう今先読みカスタムしてる時点で10ゾーン来たら激アツじゃないかな。ちなみに10ゾーンのトータル信頼度は 77.4%。 先読みカスタムと合わせたらすごい確率になりそう。一応さっきもお話ししたんですけど、初当たり1回の期待出玉が約2858玉なんで、
私が3回当てて、だいたい、まあ、単発含めて200、500、1700なんで、だいぶ下振れしてるんで、今。おそらく次で、まあ、満発ぐらい出て、ちょうどその2858玉になる、なるんじゃないかなと。単発含めての玉やと思うんで、ラッシュだけやったらもうちょっと期待玉数多いと思うんですよ。3500から4000ぐらいはあるんじゃないかなと思うんやけどね。って思ったらやっぱり私がやれてなさすぎる。レバブル来ました。しかも金保留です。やばいやばい。ヤマト発進、波動砲発射用意、波動砲リーチです。地球砲撃の阻止、地球砲撃の阻止、チャンスアップですね。俺たちが地球を守る。やっぱこのリーチが一番見てて気持ちいいですね。お願いします。やったー、次こそ。嬉しい。はい、ちょっと起きた海岸の方が私ドキドキしたんで、起きた海岸で行きます。お願いします。お願い。オーフ。ありがとう。沖田さんしか勝たん。よかったよかった。次はデスラーモードでいきます。さあ見せてくれるか。いきましょう。おそらく次で、まあ、満発ぐらい出て、まあ、満発ぐらい出て、ちょうどその2858玉になる、なるんじゃないかなと。来た？来た？6ラウンドでしたね。そろそろ 5% の10ラウンドお願い。ありがとう、楽しい。ありがとう。ありがとう。お、6ラウンド以上やね。これはまさかの10ラウンド。8ラウンドかい。しかもこれ10ラウンドより確率低い 2.5% の方いてますからね。10ラウンドでよかったやん。ありがとう。でも逆に言えば金ヤマト引かなくてもこう6000発は全然出てるんで、 90.6% の継続率でもやれるってことですよね。17連目、早い。え、なんか大丈夫？ありがとう。行きましょう。ああ、貯められた、めっちゃ。ありがとう。あ、6ラウンド以上、今度こそ。お、感謝、今度こそ感謝の今日。あ、レインボー、これは来た。よかった。これがやった。やっといけました。 5% の振り分け、10ラウンド。すごい音やね、やばい。で、こっから金ヤマトラッシュが 78% でずっと続きます。 78% を引けなくても 22% を引いたとしてもさっきの波動ラッシュに戻るだけなんで、もうここで連チャンさえすれば出玉をめちゃくちゃ稼げていけるってことです。いや、楽しい。
ントミドルいいね。 78% の割合が2ラウンドから10ラウンドですね。で 22% で超波動ラッシュに落ちる確率が、まあ、22% なんですけど、2ラウンドなんで2ラウンド引かなければこれも落ちないって感じやね。打てん。2ラウンドばっかり。ちょっと見にくかったんでカメラ右の方に変えてもらいました。まだ終わらんよ。あー、 22% の超波動ラッシュへ落ちました。まあでも出玉結構もらえたかな。ありがとう。変えましょうかね、オンリーワンモードに。万発超えました。早いな。七図柄、これはもしや、もしや10ラウンドじゃないの。もしや、すごいすごい、もうやばいやばい、ほらすごい。こうやって何度も10ラウンド引けば金ヤマトに行けるんですよ。何度も何度も。そら 93% ですわ。また金ヤマト行ってきます。ありがとう。発車。はい、またここから 78% を引いていって出玉を伸ばします。早っ、金ヤマト底落ち。早いな。まあ、でも波動ラッシュあるんで。あ、発射って言ってる。あ、大丈夫でした、底落ちじゃなかった。3ラウンドです。よしよしよし、順調です。おー、しかも8ラウンドゲット、でかい。よーし、4ラウンド、6連射目、頑張ろう。まだ終わっちゃった。6連射でした。ネクスト超波動ラッシュ、もう36連射してました。気づけば早いな、めっちゃ。そこ落ちは嫌よ。やばい。ゴーランドか。ゴーランドならいけるかな。大丈夫やんね。V コンがいいな。プッシュか。いや、まだわからん。だってゴーランドやし。37連射、14,540発。終わりました。はい、実戦終了いたしました。最後の最後にね、万発ゲットできて、本当に最初の1回目単発、2回目駆け抜け、3回目もちょっとあんま大したことない出玉で見せ場なくてどうしようと思ってたんですけど、最後の最後に金ヤマトも2回引けまして、万発ですね、1万だいたい3000発オーバーですね、できたのでちょっと満足しております。感想としましては、まあ、ライトミドルなのに高継続期でなおかつ爽快感もあって、出玉もね最後堪能できたのでめっちゃ流行るんじゃないかなと思います。はい、本日収録させていただいた気候なタウン茨城サイト店さんなんですが、こちらですね、こちらの寝台がもう導入されておりまして、
宇宙戦艦ヤマト、夜桜超旋風ゴールデン鳳凰がもう稼働開始されてます。皆さんよければ足を運んで遊んでみてください。あとですね、1円パチンココーナーのデータランプも変わりまして、すごく見やすくなっておりましたので、よければそちらの方もチェックしてみてください。では本日もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。